星雲恒星、左、が昼のデーバロー、右、の追撃を鼻差しのぎ切り、逃げ切り勝ち写真を拡大。第25回函館スプリント S-G3、6月17日、芝1200メートル、函館競馬場、よし、サマースプリ。トシリーズの開幕戦は16頭によって争われ、3番人気の星雲恒星、美穂、上原博之厩舎、父アドマイヤムーン、池添健一騎手、が最内枠から逃げ切りを決め、メンバー唯一の G1 馬の貫禄を示した。花佐の2着は10番人気で中段追走から直線で鋭く伸びた昼のデーバロー、C ひろふみ騎手。3着には後位から運んだ1番人気のナックヴィーナス、三浦恒星騎手が続いた。池添騎手、星雲恒星イコール1着、最後は際どかったですが、よくしのいでくれました。この枠、1枠1番、ですし、出方次第だと思っていた。しっかり出てくれたら、花を主張しようというのは頭にあった。詰め寄られたが、よく頑張ってくれた。レースに乗るのは初めてでしたが、小競に乗り、とても乗りやすい馬だと感じた。自分のレースができれば、と思って臨みました。G1 を勝ってから、勝利が遠ざかっていましたが、復活の手伝いができてよかったです。上原調教師、星雲恒星イコール1着、枠も良かったし、飼育ピーシーズも効いた。ジョッキーもうまく乗ってくれました。2番の馬、ダイアナヘイローが無理に行くようなら引こうと考えていたが、2番の馬が出遅れたので、あとは池添くんの判断で、自分のペースで運んでくれた。過ごしやすい気候で、3走前の、高松の宮記念の時に減った体は戻った。いい状態でレースに臨めた。2017年高松の宮記念以来、1年3ヶ月ぶりとなる勝利に、G1 馬だからね。ほっとしています。去年、4着は異常な高速馬場で、人馬ともに戸惑った。今年は順当に勝てました。夏の暑い時期は弱い馬なので、今後は放牧に。だし、秋はスプリンターズ S、G1、9月30日、中山を目指します。